来た。ドビーン、ドビドビーン。出た、エビ祭り。うわー、来ましたね。すごいね。はあ、これすごいね。これがメイン州の、うん、どうやって食べんだ。ビーンって。そこでもさ、ビーンっていったでしょ。ほら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 。じゃあいただきまーす。うえ。いや、これはね、もう行っちゃっていいよね。そうそうそう。それ意外と行っちゃっていいんじゃないですか。これさ、これです。マール。これが卵みたいなのついてます。食べようよ。はい。これ一口持ってねえな。ね。ソースもいっぱいあるし。いただきます。どういう感じ？バターなんだよ。バターソース。バターソース間違いない。ものすごい。どう？バターソースものすごい。おまるで美味しい？美味しいです。うまっ。うまいっすか？いや、うまいのよ。すごい感じで。今年もエビ祭りが、無事無料行われたということで。最終的にここでね、一本締めしたいと思います。エビ祭り、とりあえずここで、一旦締めたいと思います。また来年もね、はい、こうしてみんなでエビ祭りできるといいと思っております。それでは、一本締め、よーどうも、ありがとうございます。うまい。やっぱチャンピオンだね。チャンピオン。見て、ここエビ。エビの感じ。ね。これ超うまいよ。これ、行きなさいよ、誰か。いただきます。はい、味がしっかりし、ね、しててさ、ね、エビ大味のやつもあるけど噛んでると味がね、噛んでどんどん味が出る、うん、ね、ね、じゃあ一本締めします。一本締め、あ、じゃあ挨拶してください。お願いします。急遽ですがエビマセルの方に参加してどうも。それでは、はい、よー。祭り運営。うまいね。ものすごいうまい。これ食べる。エビグラタン。グラタン行こうよ。これはさすがにも取れるのかな。あー、これうまいわ。エビ祭りやってんのね。エビ祭りちょっとまだやってて、すいません、ちょっとこちらエビ祭り。今年はね、あのエビ祭り、あの異様な盛り上がりでですね、一旦終わろうかと思ったんですけど、またね、うん、新たなエビが来たってことでね、すごく美味しいですね。はい、ということで一本締め、よー。ありがとうございます。うまい。これ超うまい。なんだよこれ。うまげうまいこれ。これ絶対うまいよね。どこにエビがいるんだろう。どれがエビちゃんなんだろう。これエビちゃん。これエビちゃん。エビちゃんだよね。うめ。これうまいね。まだまだちょっとやってしまったりなんですけどもね、本当にちょっと今年の盛り上がりちょっとすごすぎじゃないですかね。めっちゃちゃいますけども、これで終わりたいと思います。はい、それではお手を拝借。よー、ありがとうございました。どうも。嬉しいね、素晴らしいね。素晴らしいですよ。もうエビ祭りも閉めたから、はい、もうここでみんなもご飯食べましょう。はい、次がですね、はい、まあトナ TV これのショッピングの方に出た。おお、ショッピングの方にちょっと行かなきゃ。いいね、このノリ。ここの食べてる絵もライブ TV でも使えそうな気もするんで。あ、本当だ。はい、じゃあ VV 用に1本締めとく。バレた。食事ね、みんな食べることが生きること、笑顔が一番ですね。ということで、はい、来年もこの祭り開催したいと思います。はい、ではお手を拝借。よー、ありがとうございました。はい、素晴らしいです。ショッピング、はい、どんどん食べてください。すいません、皆さんお集まりください。お集まりください。エビ祭りは本当に、はい、終わったと思ったんですけど、はい、ちょっとまだエビ祭り、ちょっと駅まで行っちゃいましたよ。なんですか。あれ、はい、すいません、まだ出てきましたんで。よかった、もうすぐです。ほんと電車乗るとこなんて。はい、ということでね、うわ、こちらのね、こちらの方、あれ、これエビとホタテもありますよ、これ。そうなんですよ。ね、ちょっといただいちゃって。お願いします。いただきます。もうやっぱエビ祭りだから、やっぱエビ食いますよね。あ、10分までバイバイ。あ、あ、
あれ、エビ祭り中に、翔さん。ステイ。おぉ。まだ。あ、どうぞ。よいしょ。エビ祭りがすごすぎるということでね。ステーキ、おぉ、ステーキソース、Thank you。ステーキ祭りの方にもね、移行していきたいということでね、本当にこれからね、ちょっとね、フードパーティーが始まりますね。ということでね、本当に一本締めたいと思います。もう本当終わろうよ。はい、ということで、また来年もこのパーティー開きたいと、パーティーじゃないや、エビ祭り。エビ祭り開きたいと思います。はい。ということで、一本締めて、よー。ありがとうございます。食べましょう。どうもありがとうございました。よいしょ。すごいね。はい、すごいです。ステーキ来た。よーっ、よい、来た、つながった、飛んで、はい、来た、日村さん来ましたね、出たね、アイラブサイパン、はい、もうすごいね、ね、ショップ、アイラブショップだ、これ、うん、バナナ TV 恒例のアイラブショップに、はい、うん、バナナ TV アイラブ、ほら、アイラブパーカー、ただこれ来たな、アイラブ枕があるよ、この店、相当、あの、今までのアイラブの中でもナンバーワンなの、これでもちょっと懐かしみなハワイで買ったような、ハワイで買ったようなああいう T シャツもあるすげえ生バンドやってる、バナナ TV あげてくぞーてやーへぇーお前だってわかんねえだろー。